ブライトサイドをよくご覧の皆さん、最近飛行機の話題ばっかだなって思ってませんか？いや実はそうなんですよ。最近飛行機にハマっちゃいましてね。というわけで今回も飛行機の動画。飛行機についていろいろと小さな疑問が浮かんだことはありませんか？なんで飛行機の窓はお家の窓とは違って角が丸いの？なんで離着陸時には窓のシェードを開けておかなくてはならないの？今回はそんな小さな疑問にお答えしていきましょう。窓に角がない理由。航空会社は1920年から存在していたものの、50年代に入るまでは鳴かず飛ばずの状態でした。その頃になると旅客機はより高い高度での飛行を開始するようになったのです。薄い空気の中を飛ぶことで燃費もろもろの経費を削減することができたんですね。しかしその一方で機体にかかる負担は増えました。機体内部を加圧する必要が増えたんです。さもなければ高度 9km の上空では乗客乗員全員気絶して機内のエンターテインメントを見逃さめになってしまいますからね。まあ当時はジャグリングとピン芸人によるショーが行われたとか行われてないとか、いや多分行われていません。当初の箱型の航空機ではその圧力に耐えきることができなくなったため、エンジニアたちはシリンダー型の機体を開発しました。このような改善を加えたにもかかわらず、当時の飛行機は四角い窓のまま飛ぶという大きなミスを犯します。その結果上空で機体が空中分解する事故が何度も発生してしまうこととなったのです。上空の気圧差から生ずる圧力の負担は窓の4つの角に集中します。そしてその4点に負荷が集中してしまった窓は上空で圧力を抑え込む間に割れてしまう危険があったというわけなんですね。しかしこの窓の角を丸くするというアイデアによってこの問題は二度と発生しなくなりました。丸い形は負荷を分散させ亀裂やその他の破損の可能性を著しく低下させます。今私たちがお空の上で何の心配もなく窓から雲海を望めることができるのはそのような工夫のおかげだったんです。いやいやそうか、知らなかった。しかし次に気になるのは窓のシェードですね。飛行機の離着陸時に窓のシェードっていつも開けておかなくてはならないじゃないですか。日が差し込んで眩しくて仕方ない時でも。これじゃ眠れないんですけど。その理由は安全上の問題。窓のシェードが閉じられた状態だと乗務員が外の状況を確認することができなくなってしまいます。航空事故のほとんどは離着陸時に起こるため、乗務員が外の状況を常に把握できる状態を保つ必要があるんです。有事の際にすぐに対策を取り乗客を避難させられるように。また窓が開いていれば乗客は外の光に目を慣らすことができるようになります。すると急いで避難する必要があるときに目がくらむトラブルを避けることができます。そうなれば避難もスムーズで鼻歌歌いながら余裕でこなせるようになるってわけ。じゃあしょうがない。離着陸時はシェードを下ろすのはやめておきましょう。どんなに眠い時でもね。じゃあ今度はこの疑問、飛行機の窓の位置ちょっと低くはないですかね。外の景色を見るたびになんかかがまなきゃいけないような。なんと驚き。これにもまた安全上の理由があるんです。低い位置に窓を置くことで機体にかかる負荷は均等になります。よく考えてみると客室の床は機体の一番底ではありませんよね。ってことは窓がもう少し高い位置にあると機体のほぼてっぺんに窓が来ることになるんです。すると先ほどから話題になっている圧力の負担的に良くないことが起こるんです。機体の窓はできるだけ胴体の真ん中につけることが求められるため、乗客の目線からするとやや低い位置にやってくるというわけなんですね。次々と疑問が解消していきますね。じゃあ今度は窓のサイズはどうでしょう。なんだか自分がでかいんだか窓が小さいんだかよくわからないサイズをしてますよね。その理由は何でしょう。コメント欄で教えてください。って安全上のだろうって。正解です。大きな窓は機体胴体を弱くしてしまう恐れがあります。窓部分はどうしても強度が弱くなってしまうため、そこをきっかけに機体が破損する恐れがあるのです。そうなっては困りますから、機体のフレームの強度を損なわない程度の小さな窓が取り付けられているというわけなんですね。しかしこの窓、小さいのにはもう一つ理由があります。最悪の最悪を想定してみましょう。万が一窓が一つ巡航高度 10km 上空で吹き飛んでしまったら、窓のそばにいる人は簡単に吸い出されてしまいますね。さようなら。そしてその他の乗客にも危険が及んでしまうことになります。特に呼吸可能な空気を溜めた機体に穴が開いてしまったわけですから、そこから勢いよく空気が漏れ出して機内の減圧が起こります。
酸素マスクがあったとしても乗客はそのような環境下で長くは持ちません。そのためパイロットは機体を高度 3km まで下ろす判断を下すことになります。この高度まで降りれば乗客は普通に呼吸ができるようになりますからね。窓が小さければそれだけの時間の猶予が与えられるんです。窓が大きければ空気が一瞬で逃げてしまうため安全高度にまで降下するだけの時間的猶予が与えられません。じゃあコクピットのフロントガラスも小さい方がいいんじゃないのって思ってしまいそうなものですが、何事にも優先順位というものがあるようです。パイロットは進路の視界を確保する必要があります。ですから機体のメーカーはそこに大きく予算を割いて完璧な形と素材、厚さを兼ね備えたウィンドウパネルをそこにはめ込んでいるんです。視界が大きく確保されると同時にかなりの気圧差にも耐えることができ、不運な小鳥の衝突にもその他の障害にも負けない力を持っています。さてこれはつい最近知ったことなんですけど、旅客機のドアっていつも左側についていませんか？これにもいくつかの理由があるんだそうですよ。第一に慣習的に機長は左側に座ることになっています。ドアが左側にあれば機長はボーディングブリッジに機体をつける際目視でそれを行うことができるようになります。またターミナルの建物と翼の距離も同時に測ることが可能となります。そしてグランドクルーが燃料補給などの作業を右側で行う際中、乗客は左側から飛行機を降りることができるため作業効率が良くなります。荷物の積み込みなどの作業にも同じことが言えるようです。ジャンボジェットのドアといえば飛行機のドアはなぜ内開きなのか、ヒントをお教えしましょう。飛行機のドアはいわゆるプラグドアと呼ばれる類のものです。つまりは飛行機のドアは外部と内部の気圧差によって密閉される仕組みを持っているんです。これまでも話題になってきましたが、飛行中の航空機にかかる気圧は内側の方が外側に比べてずっと大きくなっています。この気圧差によってドアはソケットに押し込まれ、外部と内部の気圧差がゼロになるまでは決して開かない仕組みになっているんです。言い換えればドアにロックをかけて密封するための仕組みを気圧と機体体積に関連したボイルの法則に頼っているということですから、飛行中に加圧されたドアを開けようとしても乗客一人では叶いません。ドアには1平方センチメートルあたり 400g の圧力がかかっているんです。開けるためには何トンという重さを一人で持ち上げなくてはなりません。肉体的にそれが可能な人間はいないと考えてよいでしょう。ハルクにでもならない限り、飛行中にドアを本当に開けようと思ったら機長が機内を大きく減圧しなくてはなりません。さすがにそんなことをするなんて現実的とは言い難いでしょう。また機内では後ろ向きの座席の方がずっと安全性が高いことも最近学びました。これは簡単な話で、後ろ向きの座席は首や頭、背中を守るクッションとなってくれます。あれ？でもそれならどうして航空会社は全部の座席を後ろ向きにしないんでしょうかね？理由の一つは心理学と伝統。なんかお客様として機内に入った時、座席が後ろ向きだと気持ち悪い感じがしませんか？しかしもっと大きな理由はやっぱりコストの問題。座席が後ろ向きだと乗客の重心は前向きの時よりも高くなり、これが座席に大きな負荷をかけることになります。負荷が高まれば座席を強化する必要が出てくるわけで、最終的には座席の重量が増加し燃費が悪くなってしまいます。そうなればそのお金はチケット代にのしかかってくるわけですよね。一部の航空会社ではこの後ろ向きの座席が運用されていますが、その予約には少々お値段がかかるようです。例えばブリティッシュエアウェイズ、エティハド航空、アメリカン航空にはそのような座席のオプションを選ぶことができ、プライバシーを確保したい乗客に人気のようです。ちなみにこの後ろ向きの座席、乗り物酔いしそうだなと思いきやそんなに変わらないのだとか。バスや列車に比べると飛行機の場合前後の差異はほとんどありません。さあ皆さん、他にも航空関係の疑問をお持ちだったりはしませんか？ある方はコメント欄で教えてくださいね。次回の動画の参考にさせていただきます。新しいことが学べた方はお友達へのシェアもお願いします。ブライトサイドの動画はまだまだたくさん、引き続きお楽しみくださいね。